まあ、今日いろいろその気になったのがですね、やっぱりその学校給食のね、問題っていうのが、やっぱりその、まあ、原発事故以降ですね、大丈夫かいなって親御さんのね、まあ、声っていうか保護者の声っていうのがあったんですけども、まあ、それが、まあ、今回ですね、文部科学省が、珍しくというかですね、小中学校の給食のね、放射性物質の検査するときっていうのは、ね、1キロあたり40ベクレル以下を、目安にするようにっていうことを決めたっていう、まあ、ことでね、まあ、40ベクレル以下って言ったらですね、これはロシアのウクライナの、基準と、まあ、同じということでね、ウクライナも40ベクレルということで、まあ、これはなんか、他にもね、なんかどっかの通販業者とかが、まあ、40ベクレル以下を目安にとかって、そういうふうにして野菜をね、販売したりとかってしてましたけども、まあまあ、これはこれで、いいんちゃうかなと、まあ思いますけどね。だから、まあ40ベクレル以下っていうことですから、40ベクレルでもですね、やっぱり、まあもうちょっと僕はやっぱりその、この原発事故以前のですね、まあこの東京都の水道局は、水道基準をね、一応10ベクレルってしてたんで、まあ僕はやっぱり10ベクレルぐらいにですね、もっと下げてほしいなと思いますけども、まあまあその40ベクレルぐらいだったらですね、まあなんか、許せる範囲かなとは思いますけどね。うん、まあ不満な人もまだまだたくさんいるかもしれないですけども。まあとりあえず一歩前進したかなと。まあ、とりあえずですね、ちゃんと検査してくれと。まあこれ一応その放射性物質のね、なんか検査する、導入する際に、こういう40ベクレルまでその検出できる、ちゃんと測れるような機械をですね、買いなさいという、まあ指導をですね、これ東日本、の、17都県の教育委員会に文部科学省が言ったっていうことなんですけども、だから本当にちゃんと検査してくれよって思いますね、本当に。毎回ね。だからその検査自体がですね、おろそかになってたら全く意味がないわけでね、やっぱ子供が口にするもんですから、だからやっぱり、ね、僕は何があってね、やっぱ子供が一番、その心配してほしいとか、子供を一番にね、やっぱ考えるのが僕、国のあり方だとも思うんでね。だからこれはね、本当その今までその、20ミリシーベルト大丈夫とか言ってたね、100ミリシーベルト大丈夫とか言ってる文部科学省と、のその態度とはね、まあ、えらい違って、まあ、これはこれで評価していいんですけども、まあ、それはやっぱりその、文部科学副大臣にですね、森友子さんがね、まあ、いたからかなとかって僕は、まあ、勝手に思ったりするんですけども、まあ、これはこれでね、本当に、ちゃんとやってほしいなと思いますね。まあ、これは僕は評価、一応しますね。だからもっと、その、まあ、今後ね、その、どういう検出具合っていうのかね、わかんないですけども、とにかくやっぱりその、食べて応援とかっていうね、その、なんかキャンペーンとか、農水省でしたっけ、なんかそのやってますけども、食べて応援しようと思ったらですね、やっぱりちゃんと検査して、放射性物質がね、その、ちゃんと安全かどうかっていうのをチェックされてないとですね、食べて応援もできないぞっていうことですよね、やっぱり。まあ、だから今度その、まあ、これがね、その、まあ、暫定規制値、暫定基準値っていうのがね、まあ、来年見直されるということで、まあ、それに先駆けてっていうことなんですけども、まあ、ちょっとは良かったかなと、ね、思いましたね。